すると、できる方が、できない方が、そうじゃなくて、できない方に合わせていって、できるようにしていくっていう、ちょっと小話なんですけど、アップルとソニー、どう大きくあれだけ大差開いたか知ってます？私縁があってね、ソニーの社員の人とかも PR でね、ちょっとお話ししてて、その時にね、ちょうどバイオかなんか出た時かな、アップルはほんまにもみんなが知ってるピーヒャララドキュンドキュンの時代ですよ。ウェーブがで、ほんまにもうコンピューターっていうのが出たばっかりの時ですよ。それでね、ソニーの人がこうやって言ってたんですよ、 PR の人が。ソニーはもう初心者向けにコンピューターを開発しないと、もうコンピューターが分かる人向けにコンピューターを作っていくんだと。それに対抗してですよ、アップルはこうですよ、誰でも分かりやすいコンピューターをデザインかっこよくして、シンプルでかっこよくて分かりやすいコンピューターを使っていく、作っていく言ってたわけですよ、この2社ね。その後、あれから20年ぐらい経ちましたよ。2000年でね、ミレニアム のウェブサイトをね、ソニーがスポンサーになって作ったことがあって、それでね、お話で20年後どうですか、ソニーとアップル、どれだけ変わってます。アップルみんなに愛されて、まあ、ソニーもね愛されてますけど、やっぱプロ仕様なんでね、コアじゃないですか。だからできない人に合わせてより分かりやすくしていくことの大切さ、昨日20先生のヨガで気づいたわけですよ。分かりやすく、分かりやすく、まあ、分かりやすくしすぎてもダメですけど、でもシンプルで分かりやすいっていうのが一番いいですよね。いやー、なんか感動したんですよね。20先生のね、今やってるヨガっていうのがマクロヨガっていうヨガでね、大きな動きのヨガではなく、もう全てはつながってるから、ちっちゃいちっちゃい動きのヨガの一つ一つの動作が大きなヨガの動作につながるっていう、本当に細かい細かい関節の動きなんですよ。そのヨガね、本当に小さいんですけど、ものすごく効果があるんです。まあ一回ちょっと食らわんでも、次のね7月でもちょっと20先生頼んでそれやってもらいたいなって思ってるんですけどね。こうやってね、自分でねトレーニング受けたり学んでいくとね、全てがつながってくるんで、やっぱ自分をこう勉強させたりとか、自分の知識を増やすことっていうのがね、本当素晴らしいことだなって思うわけですよ。皆さん、ちょっと海に行くまで、こういうね、ここはこういう森みたいな公園があるんですよ。めっちゃ気持ちよくないですか？だから海外旅行行かなくても気持ちはパラダイスですよ。この後ね、すぐ都内に戻って柔道着でね、空手着にアイロン当てて会社に向かおうかなって。ここは辻堂海浜公園です。すごいでしょ、めっちゃ気持ちいいんですよ。丘の上からね、丘なんですね、丘の上からこうやって、天気の時はもう完全に
あ、大豆体操されてますね。一人ガチの体操。いいですね。頑張ってください。はい。あの晴れた日はね、江ノ島から富士山まで綺麗に見えて。なってる人らも旗楽になるんですよ。もうさっささっさもう副業やろ、倍稼げる時代ですよ今。とで見てくれる人もいっぱいいるし、はい、海に来ました。
さだ。iPhone 靴下かぶせてるのですかって、かぶせてるわけないでしょ何言ってるんですか朝から朝からやめてください、わけがわからないことを言うのは。はい、靴下つけてるのですか、じゃあすいません、読むの、靴下をつけたらよく聞こえるんですね、知らなかったでも靴下ないね、もう海来てるからはい、5月はねちょっとアースデーをやろうかなと思ってるんで、あの4週にわたってね、あのギリギリまでちょっと皆さんとお話ししたり地球を考えたりしたいなと思っています。はいありがとうございます、貴重なご意見、今度やってみます。靴下かぶせて、靴下多分パンストのことですよね、だってカメラはパンストやと見れないっていうの、靴下やと、あ、口のところでかぶせるのかな。はい、いや江ノ島アースデーね、まあ、どういう風に結構、まあ、今回ね本当内装超可愛かったんで、あのアースデーはね緑だらけにして1ヶ月やっていきたいですね。1ヶ月はちょっと長いな、まあでも定休日入れるからな、週3日ぐらい休みたいやる気あんのかいみたいな、木金土日だけやるとかね、ありうるな、まだ考え中。なぜもほら自分でやってるから自分で考えて自分で答え出すしかないんですよ。みんな一番ね、多分自分ビジネスやってて一番困るのはね、聞く人がいなくなる、愚痴言う人もいなくなり、自分で考えて自分で全部答え出さないといけないんで、もう全て自分の責任なんですよね。ああなたの責任の重さにやられて、もうすごいパニックになってる人らがいるんですよね。はい、なんで面白いですよ、自分がねどこまでできるか挑戦させて、挑戦させてみる、そこがね一番面白いところなんですけど、でもね会社員の方でもね、今どういう風にやったら自分の昇給するかとかね、リーダーになっても何かやっぱ目的を持って働くっていう意識に変えていくと、いやそんなこと言っても、うちの会社は絶対誰か見てますからね、誰か見てるんですよ絶対。見られてないってことはないですよ。頑張ったら、頑張った分だけ返ってくるようになってますから、ね、関さんも言ってましたね、正直者がバカを見る時代は終わって、正直者が残っていく時代になりますからね。だからぜひね楽しんで、何でも楽しむことですよ。お客様に対してどうアプローチしてどう楽しんでいくか、すごい大事ですよね。まあ一線で働く人らばかり周りにいるから、ね、でもまあそんな仕事がどうかっていう話とかあんまりしないんですけど、やっぱりこうやってワンズのフィロソフィアで、ワンズのフィロソフィアでね、出てくれるたびに新しい発見があるわけですよ。あ、そうやって考えてたんやなとか、そうやって会社立ち上げたんだなとか思うとね、面白いから、ワンズのフィロソフィア自体もね、なんていうんですか、自分ビジネスやりたい人とか
あの来週ね、満を期してクレイドのかえちゃん登壇してくれるんですけれども、今日ストーリーで上げて、あの皆さんねぜひあのクレイド付きセミナーになりますのでぜひ参加していただきたいんですけど、かえちゃんもねもうその普通の一般企業で働いたかえちゃんが自身のねあの病気を機会に会社を立ち上げクレイドに出会い、そしてね今では本当にいい企業になって社会貢献まで、そして彼女の人脈 もうあらゆる人がいてね本当に素敵なんですよ、ね、クレイドを使って、まあ、それがね311の震災以降大きく人生を変えた話とかねみんなに聞いて、やっぱり自分でビジネスしてもらうする人、何かのきっかけになってる人、もう自己啓発だね、会社組織の作るやり方とかね私と共に聞いてほしいですね。これからはねそういうどう自分を形成していくかっていうところなんで、そこをね皆さんに聞いて伸ばしていってほしいですね。もう文句言ってたらもうあれでね、もう波動下がんで、まあ、それよりも文句言ってる人はもう脇に置いといて自分のことだけ考えればいい、思いません？ほんまに会社がかわいそう思いますよ、ね、利益を上げるためにみんなで話し合うのが一番いいですよね。なんか全然知らないおじさんがオースって言われたんですけど、やっぱ変に映るんでしょうね、こうやってカメラ片手に一人喋ってて怪しい怪しい40代女いやー皆さん、これからの時代、自分で道を開く。どんな場所でも、どんなことやってても、ビジネスはすぐできます。あなたが働けばお金がもらえる。これがビジネスです。それ以外何があるんですか？それを楽しんでやれるか、楽しんでやれないかは皆さん自身です、はい、一回ね前も書いたんですけど、ヨーロッパねロンドンかな、ロンドン行ってみんなでご飯食べた時、私と通訳、私がまだ全然英語が話せない時、英語は聞き取れてたんですよ。じゃあそのイギリスのブランドでね、ガラハドっていうのがいるんですけど、ガラハドの彼女がどうやってかわいそう、ずっと仕事しててなんかプライベートとかハッピーそうじゃないって、あいつなんかほんまに私の地雷を踏んだわけですよ。でも私もキッてなっちゃう、あのなとか言って、1年というのは365日あんねんって言って、通訳の声それで365日あるって、でも全員がうんうんうんって、まあ、私の気のきつさは多分彼らは分かってるわけですけど、その彼女はねパープ娘だったんで全然分からなかったんですよね。それでなって言って、仕事はなその1年の中で3分の2仕事せなあかんねん、3分の1がプライベートやと。あなたはプライベートが充実しても人生の1年の 30% しか充実してないって、私は人生の3分の2充実してるって仕事してて、論破っすよ。どう論破、もう彼女が一言エグザクトリーほんまに何言っとんじゃん、まあね、こっちはもう生きるために、私はねもう生きるため
だったんですよね。もうだって働かな、会社の従業員どんどん増えてるし、やるしかないから、もうずっと働いてますよ。動いてるって感じかな、本当にね。まあ皆さんにね、ちょっと2、3、4は本当ご迷惑をおかけして、もう数々の失敗があったりとかして、時間がないっていうより余裕がなかったんですよね。ちょっとこの5月でちょっと一回区切りをつけて、本当に気持ち良い方法で全てをねやり続けたいなと思っております。はい、朝は気持ちいいですよ。湘南からお届けさせていただきました。皆さん今日も一日、もう目が出てきてます、こうやって。今日も一日、良い一日をお過ごしください。今日は野江散歩お付き合いいただき誠にありがとうございました。明日からはまたちょっとね、新丸先生のマクロヨガを入れながら皆さんとワークアウト、呼吸を入れて良い一日を過ごしていきましょう。Have a nice day.